脂肪吸引したことでかなり劇的変化いたしました。こんにちは、モツクリニックのバワイエです。今日はですね、フォアゴ脂肪吸引のモニター様のご紹介をしたいと思います。50代のモニター様で、身長160センチ台で体重が80キロ台だったので BMI は高めの方だったんですけれども、フォアゴ脂肪吸引と、あとは顎下が結構皮膚のたるみがあったので、顎下だけエヌビオンをさせていただいたお客様になります。皆さんに一番よく聞かれるのが、リトリフトをしないといけないのかっていう話ですね。もちろんカウンセリングで見させていただいて、もともと頬ら辺の皮膚がたるみがあってっていう方、もう見た目がたるみのせいでこう膨らんじゃってるっていう方は糸リフトをした方がいいんですけれども、別に脂肪吸引するからといって必ず糸リフトが必要なわけではないので、お一人お一人のお顔を見させていただいて判断させていただいてます。この方もね、糸リフトはしてないんですけれども、しっかり脂肪吸引したことでかなり劇的変化いたしました。実はこの方は男性の方なんですけれども、より女性らしくなりたいというふうにおっしゃっていて、3ヶ月後ですね、もう素敵なね、美魔女のようになられていたので、お客様の理想に近づけたかなっていうふうに思っています。ということで、本日はフォアゴ脂肪吸引のモニター様でした。ありがとうございました。ボアエでした。